こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はですね、猫ちゃんのトキソプラズマについてですね、説明したいと思います。でですね、トキソプラズマなんですけども、結構そのやっぱ妊婦さんとかね、人間の妊婦さんが結構怖がる病気の一つでして、結構動物病院なんかにですね、うちの妻が妊娠したんですけど猫飼ってるんですけど的なね、ご相談も多いのでですね、結構興味のある方がね多いんじゃないのかなと思ってですね、動画をですね作っております。でトキソプラズマっていう病気はですね、トキソプラズマっていう病気はですね、まずそのトキソプラズマゴンディっていう、ちょっとややこしいんですけど、プラズマゴンディ、まあ、というですね、寄生虫ですね、寄生虫がですね原因で起こる病気なんですね。で寄生虫といってもですね、いろいろ寄生虫にはいろいろ種類があるんですけども、中でもですね、原虫っていう仲間なんですね。原虫っていうものが、現在トキソプラズマ、原虫っていう、その、まあ、寄生虫の一種なんですけど、の感染ですね。原因で起こる人獣共通感染症ですね。で、人獣共通感染症っていうのはですね、人獣共通感染症ですね。っていうのはですね、同一のですね、その病原体、同じ病原体ですね。病原体、まあ、今回で言ったらトキソプラズマゴンディですけど、によって、まあ、人間以外の脊椎動物ですね、背骨がある動物ですね、脊椎動物の双方でかかる感染症のことです。まあ、例を挙げるとすると、トキソプラズマ以外にと狂犬病ですね。狂犬病は犬と人間とか、コウモリと人間とかね、そのいろんな動物と、結構いろんな猫もかかる、猫ちゃんもですね、狂犬病にかかるんですけど、猫ちゃんと人間みたいに、そういう脊椎動物、犬とかの脊椎動物と人間とかね、そういうもの同士でかかるの、人獣共通感染症っていうんですけど、トキソプラズマも人獣共通感染症ですね。で、ですね、もう少し掘り下げていくと、トキソプラズマです。トキソプラズマはですね、猫科動物がですね、細かく詳しく解説しますけど、まず猫科の動物が収縮臭ですね。あとで収縮臭って何かって説明しますんでね。で、人間とか、豚をですね、豚とか、などの哺乳動物ですね、哺乳類とか、まあ、鳥類ですね、鳥も、まあ、本当いろんなですね、いろんな動物を中間宿主ですね。収縮種とかね、ちょっと、ややこしいのが
出ましたけども、収縮子とかですね、あとその中間縮子とか結構ややこしいのが出ているんですけど、これどういうことかっていうとですね、まずですね、その縮子っていうのが、まず宿主とは何かっていうと、宿主というのはですね、そのウイルスとか組んだ寄生生物、ウイルスとかも含むんですけど、いろんなその人間とかに寄生しますよね、ウイルスなんかも。で悪さしますけどですね、寄生する相手の生物のことですね。例えば猫をトキソプラズマにとって猫ちゃんは、宿主なんですね。でその宿主の中にもですね、宿主にはですね、その中間宿主と収縮主が、まあ、大きく見たらあって、で、中間宿主っていうのは宿主が、まあその、まあ、簡単に言うと幼生期ですね。幼生期ですね、子供の幼虫みたいな、まあ、子供の時期ですね。子供の時期、幼生期のまあ、一時期ですね。大人までいないよってことですね。気を過ごす、ね。過ごすものです。だから、大人になるまでいないってことですね。でから、まあ、それを中間宿主って言って、その人間とかね、豚とかは中間宿主なんで、トキソプラズマとって。だから、人間の体の中にトキソプラズマが寄生しても、豚とかね、寄生しても大人にならないんですね、トキソプラズマは。これは結構、まあ、大事っちゃ大事なんですよね。で、例えばフィラリアっていうね、あのワンちゃんなんかの病気がありますけど、蚊に一時期ね寄生しますけど、蚊の中では収縮種、大人にそのフィラリアはならないので、収縮種にはならないんですけど、ワンちゃんの中では収縮種になるってことですね。それからですね、収縮種ですね、それからですね、収縮種ですね。収縮種っていうのはですね、まあ、その、最終的にですね、最終的に寄生する、相手の生物のことですね。だから繁殖、まあ、結局増えていかないと絶滅してしまうんで、トキソプラズマだって。だから繁殖するんですね。繁殖を行う、まあその最後の寄生先ですね。繁殖まで行えるってことです。収縮種では。だから逆に中間宿主では繁殖しないんで、中間宿主の中では増えたりし、そのこう卵を産んだりとかねして増えたりしないんですけど、基本的には収縮種はなる。で猫ちゃんは収縮種なんで、トキソプラズマにとって猫ちゃん収縮種になるんで、まあ、その繁殖していくんですね。だから卵を猫ちゃんから出したりすることはあるぞってことですね。それからですね、それからですね、その次原因ですね。次原因について説明していくんですけど、どうやってこうトキソプラズマがね増えていってこう寄生していくのかってことなんですけども、とですね、これがまずそのこれ国立感染症研究所から引用している画像なんですけど、こちらも、国立感染症研究所から引用している画像なんですけども、まずこちらの、ですね、上の画像ですねはですね、緑色の粒ですね、一つ一つですね、これが原虫なんですね。これがだからトキソプラズマなんですね。
これ一つ一つが、トキソプラズマです。粒々一つ一つありますよね。これが原虫です。これですね。で、ですね、これまあこれを見てもらうといいんですけど、猫ちゃんがいて、でオーシストって言ってね、あの卵の、卵だと思ってもらったらいいんですけども、まあ、さっきも言いましたけども、そのよく見てもらえてですね、トキソプラズマで、トキソプラズマですね、まあ、の原虫トキソプラズマはですね、まあ、猫科動物ですね、猫科動物で収縮種になるんで、の、まあ、腸管でですね、腸ですね、増殖増えるんです。これ収縮種なんで増えるんですね。して、糞便中です、うんちの中に、まあ、卵のようなオーシストですね、排泄します。そうですね、この卵のようなオーシストをこう出すんですね。でですね、こう排泄されたオーシストですね、オーシストっていうのがまあ卵のことだぞって思ってもらったらいいですね。は外でですね繁殖します。発育しますね、育ちます。うんちから出た卵がですね、トキソプラズマの猫ちゃんからのうんちから出た卵、オーシストが外で増えるんですけど、ここで結構大事なのがですね、そのうんちしてからですね数日くらいでその感染力ある成熟これが大事なんですよね。だから逆に言ったらうんちしてその数日までの間は感染力ないので、その間に例えば他の、あの生物が食べたとしても感染しないですね。うんちしてから、猫ちゃんがうんちしてから数日ぐらいですね、数日ぐらい経ってから感染力のある成熟オーシストとなるので、これが結構だから、そのうんちしたら猫ちゃんがですね、予防策として後で言いますけど、予防策としてはうんち猫ちゃんがしたらすぐに片付けるってことがかなり大事になってくるんですね。あの妊婦さんとかね、人間の妊婦さんとかいた場合なんかでも特に大事になってくる。でちょっとでも感染力、あの感染する可能性を減らすためにも、あのすぐに猫ちゃんがうんちしたら、あの片付けるってことが大事ですね。で、まあそれでですね、それで、まあ、成熟オーシストとなった後に、口にした動物が感染するということですね。だから中間宿主になる人間とかね、そういったのが食べてしまうと、まあ、うんちをそのものを食べる人はいないですけど、あのちょっとでも付着してたりとかすると目に見えない形でやっぱ感染してしまうんですね。だから例えば、だからうんちをですね直接食べてなくても、そう、うんちのですね周りですねの土とか水に成熟、入ってたりですね、あるいは、まあ、その成熟オーシストがついたですね、野菜とか果物ですね、感染してしまうので注意が必要ですと。まあ、人間とかですね、あとはですね、あと毛にですね、成熟を、例えば猫ちゃんがうんちした後で毛にくっついたと、でその間に成熟オーシストになって、毛についたですね成熟オーシストを舐めてしまうとか、感染してしまうので、なんかこうスキンシップを図るにしても結構注意が
必要だぞってことですね。まあ、だからあとは他でもですね、その、まあ、こんな感じで例えば感染してしまったネズミが感染 している、まあ、ネズミとか、まあ、鳥とかですね、鳥もね感染しますんで、とかその、うん、動物の生肉ですね、感染している動物の生肉ですね、生肉をですね、生肉っていうのが大事です。その加熱してないってことですね。肉を食べる手も例えばだから豚の生の豚肉なんで食べちゃいけないかっていうと、生のですね豚肉を食べてはいけない理由がここにありますね。豚もね、あの中間食種になるので、そう言って生肉を食べてしまうことでですね、あの感染してしまうんでね、だから生肉はもう食べない方がいいぞってことですね。で、あとはですね、猫ちゃんはですね収縮種って言いましたけど、感染するとですね免疫ができるんですね。明るい最初初めはその中卵をですねオーシストを免疫ができた後ですね、だからその後はですね中卵を出さなくなりますんで、まあだからその結構限定的なんですよね、移る時っていうのは。そのまあ周りにこう波及していくっていうのはまあ限定的だぞってことですね。でですね、ちょっと話戻りますけど、こっちの方でトキスプラズマが食べてしまって、生肉とか食べてスマがですね体内に入ってしまうと、脳とかですね、これが怖いですよね、脳とか心臓とか骨格筋ですね、でこうねシストっていう中卵みたいなもんなんですけど作りますね。こういうあのシスト、組織シストとか書いてますけど、こういうのを作るってことですね。なのでまあ予防策としてですね、予防策としてですね、感染したですね、猫ちゃんの血に触れないとかね、感染したかしているかどうかっていうのは後で解説しますけど、検査でわかるので、まあ感染してるんだったらもうね、猫ちゃんのうんちとか妊婦さんとか特に触れさせないようにした方がいいのと、あとはね猫ちゃんに生肉とかね与えないとか、こういったことが結構大事になってきますね。感染源とですね接触させないと大事になってきますよと。あとですね、ですね、ちなみにこう妊婦さんの話を しておくと、これ大事なのは胎児に、問題が流産とかねするようなが出るような感染っていうのはですね、大事なのは妊娠中に初めて感染、トキソプラズマに場合だけなんですね。初めてってのが大事で、逆にその過去ですね 6ヶ月
以上前に、トキソプラズマに過去です妊娠の6ヶ月以上前にトキソプラズマに関わったことがある場合っていうのはですね、免疫がですねできているので、増殖がですね抑えられて、血液中に中体がですね、トキソプラズマが出てこないんですね。だからその問題がないってことですね。結局血液を介してね、赤ちゃんとお母さんやり取りしてるんで、これ抗体ができてるんですね。だから問題がないってことです。初めてだから、妊娠中に初めてトキソプラズマに感染した場合は、危険なんですよね。流産の可能性があるんですけど、妊娠する前、半年前にトキソプラズマに感染しているんだったら特に問題ないぞって、まあ、この辺は人間のお医者さんにね相談してもらわないとこう、軽くは言えないので、絶対ってことはないでしょうからね、まあ、一応一般的にはそう言われてますよってことですね。それからですね、話をちょっと元に戻して、その猫科の動物ですね、猫科動物から排泄されたですねオーシストですねっていうのは、その肺オーシストですね、空気にですね胞子形成で、もうなんかちょっとカビみたいですけど胞子ができてですね、空気に触れるっていうのが大事で、それで24時間とか1日からですね、3週間ぐらい初めて、まあ、感染能力を成熟、なのでこう出た、さっきも言いましたけど、出たばっかり、猫ちゃんがうんちしたばっかりの、中に含まれているオーシストだと感染しないんですね。ってことですね。だから、すぐに片付けてくださいってことですね。それからですね、症状ですね。ちょっとややこしいですけど、症状としてはですね、健康な、今回猫ちゃんが中心なんで、健康な猫ちゃんだと無症状ですね。収縮種の場合だと無症状なんですよね。中間宿主みたいな人間とかの方がよっぽど危険なんですよね。ただですね、その、まあ、猫白血病とか、まあ、ストレスとかね、免疫が落ちているとか、あとはですね、まだ、例えばステロイド治療とかね、こういった場合なんかではですね、熱が出たり、下痢したり、呼吸困難になったり、神経症状が出ることがありますってことですね。で、人間だったらその妊婦さんですね、妊婦さんが、まあ、さっきみたいに言ったみたいに初めて感染、妊娠中に初めてですね感染した場合に、その本人はですね重症化するケースっていうのは少ないと言われてるんですけど、
ただその胎盤ですね。通じてその赤ちゃんに、お腹の赤ちゃんですね、感染して、まあ、視力障害とか、まあ、肝機能障害ですね、引き起こすことがあります。で、重症化すると流産とか死産ですね。結構怖いんですよね。あとこれがまあ、大事で、診断ですね。検査方法ですね。どうやって検査して診断するかというと、その、まあ、糞便検査ですね。そのオーシストを、まあ、見つける方法もありますけど、の絶対に見つかる見つかるわけじゃないので、一番普通にやられているのは血液検査になりますね。あの抗体価を見るですね。抗体価ですね、抗体価で、あの一応その判断基準としては陰性、偽陽性、陽性とありまして、まあ、当然陽性でのがね、あの感染してますよってことなんですけど、ただそのトキソプラズマのですね、体価っていうのはですね、抗体価っていうのはですね、その、感染してですね、4週間経って、上がります。まあ、なのでですね、そのもしその、まあ、偽陽性ってようわからんという場合だったら、もう再度ですね、2からですね、4週に検査ですね。そうしないと、やっぱりその中途半端な時期に感染して、例えば2、3週間ぐらいで中途半端な時期に検査してた場合だったら偽陽性になることがあるので、まあ、もう一回見ますよってことですね。あとはですね、治療としてはですね、まあ、駆虫薬ですね。駆虫薬で、治療しておりますと。ただそのなかなかそのまあ、特に猫ちゃんだと完全にその取り除く、あのトキソプラズマを取り除くとは難しいと。まあ、なのでもう感染しないことがもう大事っちゃ大事ですね。あとは最後に予防方法としては、さっきも言いましたけども、その感染の原因となる生肉ですね、焼けばいいわけですよね。生肉を食べない、食べない、食べさせない、人間もね、猫ちゃんも食べないってことが大事ですね。あとは猫ちゃんにとっては室内外ですね、徹底ですね、外に行かさないと。これも大事ですね。外に行くとやっぱり生肉を食べる可能性が出てくるので、まあ、食べさせ、生かさないってことですね。ただその
っぱりその飼い主さんが外からですね、オーシストですねっていうのは服にね、例えばうんちがついたとかそんなんで持って帰ることもあるので、その飼い主さんが帰宅した時にはですね、手洗いとかは徹底しましょう。例えば土にもですね、例えば手袋とかね、やっぱ妊婦さんがいるとか、これから妊婦さんになるってところなんか特に気をつけた方がいいですね。絶対はないので、さっきね、妊娠前6ヶ月に感染してたら絶対大丈夫とは言いましたけど、絶対じゃないので、やっぱり極力感染しない方がいいのでね、あとは野良猫にね、野良猫に触らないとか、こういったこともね大事になってくるので、あとはですね、そのくどいようですけど、その分娩中のですね、猫ちゃんがしたオーシスト、猫ちゃんが出したうんちの中に含まれているオーシストはですね、数日からですね、数日は感染力をですね持たないので、早く処理する大事だぞってことですね。ちなみにですね、国立感染症研究所のデータによると、日本のですね、妊婦さんの初感染率は 0.13 から 0.25% です。そんなに高額はないので、そのまたそれから重症化はですね、なのでその妊婦さんの場合は心配だったらすぐにですね、やっぱ産婦人科に諦めずにですね、くださいということですね。まあ、以上ですね、この動画参考になったよという方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。